はい、カラビナ高い話。カラビナ高い話。カラビナっていうのは、わかりますね。輪っかになっていて、輪っかの一部が、開くようになっていて、内側に開くようになっていて、で、物をこう、通してね、ループのように使うと。例えば、キーホルダーにつけといて、どっかカバンとかガチャンってつけるというね。自在金具っていうんですかね。小さな手のひらに包み込めるような金具なんだけども、カラビナ。で、これもともと登山とかで使うようなもので、ロープを加工したりね、そういうことだと思うんですね。だから、本当のカラビナというか、登山用のカラビナというか、本式のカラビナね、はですね、結構高いんですよ。一個ね。で、サイズもいろいろありますし、結構高いと。本当のカラビナは手のひら、ちょっと小さいぐらいですかね。私、登山あんまりやらないんでね。あんまり本物見たことないんで。でも本物が高いってことは知ってると。うん。完全に本物じゃなくても、本物に近いような、ね、もの。でもね、結構するんですよ。だからカラビナは高いというね、頭が働いていて、数年前もね、ずっとカラビナ欲しいんだけども、なんか、カバンとかになんかかけるの便利だし、だから、カラビナ欲しいんだけども、高いな、みたいな感じで。どのぐらい使うかもわかんないし、思ってたんですね。それで、何年か前から、100円ショップとかでもカラビナを出すようになっていて、で、100円でね、1個だとまだ高いと。100円で2、3個セットだと、あ、これ買いだなと思って買ったんですね。で、買って使ってたら結構いいと。うん。それでね、かなり使っていて、数年使うとですね、壊れてくるんですね。カラビナのね、ヒンジの部分っていうか、その、蝶つがいの部分っていうかね、それがあるんだけども、バネになってるんですよね。板羽みたいなのが入っていて、小さな板羽みたいなのが入ってて、それでカラビナが、内側に開くと自然と元の位置に戻るような、はい、そういう構造になってまして、その板羽がね出てきちゃうんですね。板羽はこの構造の中に入ってるんだけども、なんか板羽だけ飛び出しちゃうと。で、そうなるともうカラビナのね、開閉部がパカパカになって、こう自然と閉まらないと、つまり自然と開いてしまうこともあるわけだから危ないと。だから物引っ掛けても自然とカラビナが開いちゃってて落ちるみたいなこともあるし、まあ私みたいなね、日常生活で使う分にはそこまで危険性あると思わないけども、登山とかでは致命傷になりますよね、それはね。だから高いんだなと。はい、100円ショップでね、3個セット100円とかで売ってるようなものはですね、壊れてもいいわけですよ。日常生活で使うだけ、壊れたらまた買い替えればいいわけだからね。だからいいんだけど、登山中にこれカラビナ壊れたらアウトですよね、はっきり言って。カラビナの中にもね、こう自然にこう共通害が開け閉めされるものじゃなくて、なんかこうネジみたいなもので完全に閉じてしまう、手でね閉じてしまうようなタイプもあるんですね。でカラビナを開けて閉めて、ネジみたいなんで完全にこう閉めてしまうっていう、ちょっとこう面倒くさいんだけども確実性のあるような、はい、そういうものもあって、要するにこれは本当に登山とかで確実性を求めるためにね、絶対このカラビナが自然に開いちゃ困るということで、もう完全にネジで締めちゃうみたいなこともできるんですけど、まあとにかく普通のタイプのカラビナはこう板羽みたいなのが中に入ってて、でそれがね、パカパカを防いでるというか、自然と開いてしまうのを防いでるというかね、一回開けたら元の位置に戻るようにバネでね調節してあるという、そういうものなんですね。そのバネが外側に出てきてしまってると。うん。で、あ、このカラビナもうパカパカになってるし、バネがね外出てるんで寿命だなと、その場では捨てたんですけど、そのカラビナは捨てたんですけども、その時気づいたのが、あ、故障するんだなと。カラビナみたいに簡単な構造でもバネがね、
板バネみたいなのが飛び出てきて、機能的に使えなくなると、うん、なるほどと、これが登山中にあっちゃ絶対困るから、だから登山用のは高いし、多分そういうところもしっかりしてて壊れないように、壊れにくいようになってて、あと長寿命何年も使えるとかね、うん、いうことなんだから高いんだろうなと。材質とか太さとかね、はい、そういうのもちゃんとしていて、だから1個ね、かなり高い価格がついてるんだろうなと、まあ、信頼性とかのお値段ですよね。これでね、まあそういう納得はしたんですけども、つい先日も100円ショップ行ったらですね、カラビナが売ってまして、5個セット100円なんですね。安いと思って、でカラビナなんかいくつあっても困らないから買ったんですよね。で5個セット出し買って、で、1個ずつ買ってて、で、ある1個のカラビナを出したらですね、もう最初から壊れてですね、最初から板バネのバネの部分が飛び出てて、ね、要するにパカパカになるんで、でも最初から壊れてると思って、で結局それは使わないですよね。パカパカなのはね、機能上の問題なんで、まあ、許せたとしても、許さないですけどね、許せたとしても、板バネがね、この蝶使いの部分がちょっと飛び出てるんですね。それがね、刺さると痛いんですよ。うん、チクッとすると。だから、それが嫌でね、服とかに引っ掛けたら破れちゃうし、それが嫌で、そのカラビナは最初から使わないというね、はい、ことやりましたね。まあ不良品なんだけども5個セットだし、まあ仕方ないなと、1個20円だから、はい、他のはねちゃんと使いましたから、はい、もちろん返品とか行きませんよ、もちろん行きません、100円なんでね、はい、というわけでね、カラビナ高いなというお話でした。